はい、どうもこんにちは。こんにちは。で、今回ですね、病院から蘇って、教授の体に肉浴神志が入ったところクズの葉教授の体でに推し神志が乗り移ったってことですね。図書館に行って鬼女フグルマを倒してきました。図書館が異界化していたので、鬼女フグルマを倒しました。録画はできてません。サーセン録画は失敗しました。サーセン来ますかね。このまま家にいても埒が明かないので、外をぶらつきますか。どこに行けばいいのかな。行きましょうか。銀座ぶらつきますか。ザギンでシースーベーターね。占いババアからなんか依頼受け取った気がしますね。気のせいでしたね。仕事は入ってないんですね。あれ？マダムのところかな。とりあえずいろんな店に行ってきます。まずはクレタセウスに行ってきます。何の店だろう。渋い。てか真ん中のお姉さん髪の毛長すぎじゃないですか。髪フェチの人からしたらたまんないんでしょうね。たまんねえんだ。左側のボンテージお姉様、SM 好きの人からしたらたまんないんでしょうね。私のお尻をケツドラムしてください。派手なカップル、寝取られ好きな人にはたまんないんでしょうね。それはちょっと理解できません。次の店に行こう。イノセンス、いや、これはクラブだったな。本当に？しゃがった、バレた。うろ覚えが過ぎますね。とりあえず客に話しかけてみましょう。やっぱ若いナオンに話しかけてみますけど何か？まあ、若い女。注文するのが礼儀よって言われちゃった。若い女に礼儀を正されてしまった。次行きましょう。あった。クラブ、エゼキエルに来ました。どっちのクラブだろう？ダンスっちまう方のクラブだと思いますが。ハードラックとダンスっちまう方かな。それはぶっこみの方です。画面ブレがすごい。コピーガードのせいです。サーセン、デカボブカットがこの時主流の髪型だったんだね。そうですね。今は若い子は祈祷みたいな髪型が多いし、歴史は繰り返すんだね。次は金太、じゃなかった。こんな親でなんか買おうかな。こんな親によってアイテムを買っていきます。ここで適当にアイテムを買って少しストーリーを進めていきましょう。父上、おじ紳士が戻ってきました。あ、そういうことか。何紳士、うちの息子は病院だ。私の悪いいたずらやめろ。怒られちゃった。実際にされたらブチギレるよね。なかった。いきなり街中を歩いているといきなり異界化された場所が発生。ここは異界、誰かが異界の一部を現世に出してるってことね。こんなことあんたがいつも相手にしてる雑魚じゃできないはず。これは私の仮面おろしもいるわ。先に笠木山行った方がいいよね。教授は雑魚なの？霊丹に雑魚狩り様なら認定されている教授って一体。笠木山。それでは笠木山に向かってみますか。着いた。ここではいつもの龍脈の気の流れが感じられるわね。すぐ始めるわ。霊によってどの神の力を下ろすか決めてもらうわね。どの神にする？女神アマテラス、大天使ガブリエル、守護神イシタル。うわ、ナーショ。どの悪魔も魅力的だね。アマテラスで。攻撃魔法で私も積極的に攻めるのね。アマテラスでいい。はい。じゃあ始めるわ。
すごいあぐらかいて。久々だからきつかったわ。あんたも大変そうだからやってあげたんだからね、感謝しなさいよ。ツンデレきた。マリーのババアだったら大金よこせってギャーギャーわめくところよ。これで戦っていくうちに宿した女神の力が引き出されていく。あんたも知っての通り。じゃあ朝日区の東教授のところへ行きましょうか。東教授。誰？さ、しかしノーヒントでストーリーがガンガン進んでいくね。この時代のソフトの特徴なのかな。次どこに行けばいいってヒントもないし、こんな感じだったんだ。まあメガテンシリーズ好きだからいいんですけどね。てかさっきの異界化された場所に東教授いるんじゃね。ってことでやってきました。さっきの異界化しとこうかな。これか。お、いきなり誰だっけ。こう見えても俺結構いいやつだと思うんだけど、お前どう思う。そうだな、それだけもっと言うことねえの、つまんねえな。こう見えても俺結構いいやつだと思うんだけど、お前どう思う。わからない、お前バカじゃねえの、見る目ないな。結構強そうに見えるけど、ここら辺かなり危ないぞ。もちろん分かってるんだろうけど、一体何やってんだ。状況操作。俺たちのこと調べても仕方ないんじゃないかな。俺も車なんか欲しいな。貸してやろうか。また言ってるだけじゃねえ。はい。倍速で交渉中。倍速で交渉をしております。果たしておじ紳士はうまく交渉できるのでしょうか。うわっ、声出しててっさ。銃を外して外したところを叩かれる。メガテンあるあるですね。そしてこの後15分ほど異界をぶらついて会話をしていましたが、一匹も仲間にすることはできなかったとさ。悲しい。ってことで東教授のお家にやってきました。ここが東教授の家ね。くそ、東の通じじめ、どこに本を隠しやがった。たかし、せっかく指導の先生が異界化までしてくれて誰にも邪魔されずに探せるっていうのによ。ん？誰だ。あ、てめえは指導の先生にやられたはずじゃねえか。生きていやがったのか。この死に損ない目、高橋様がインドを渡してやら。よし。ヤコウ、テナガ、アシナガ。なんかそんな悪魔いたな。出てきやがれ。まんまテナガでアシナガな悪魔だった。懐かしい。さあさあ戦っていきますよ。さあどうしよう。ちなみにこの戦闘は8ターン経過後自動終了します。自動終了した場合経験値が得られません。そのため全力で倒したいのですが、味方のいないおじ紳士は厳しい戦いに挑んでいます。なんとなくアギ。ここでカブソを呼んでも焼け石に水のような気がするのですが。よし、カブソ君、一緒に戦ってくれよ。
よし。おい、速攻やられてて草。待つかよ。よしよしよし、待て、死ぬ死んじゃう死んじゃう、その声やめろ。行く行く、死んしが、やばいやばいやばい、ほんと舐めとった。ちょっと待って、落ち着けて、よし、あぶね。落ち着けよ。やばい。けね、よし。8ターン経過したので自動終了しました。あ、爆発？思った以上に爆発してた。果たしておじしんちは無事なのか。次回をお楽しみに。